山形市立第六小学校は山形県山形市にある公立小学校である。山形市の中心部のやや南側のエリアが学区となり、学区内は山形西高校、山形中央高校が入っている。1階玄関ホール、職員室、校長室、保健室、通級教室、体育館連絡通路、特別支援学級、小児科、エレベーターホール、 技能技術室、給食室2階1学年棟、2学年棟、3学年棟、特別支援学級、ゴグマ、特別支援学級、小鳩、図書室、2階エレベーターホール3階4学年棟、5学年棟、6学年棟 PC ルーム、3階エレベーターホール4階理科室、家庭科室、図書室音楽室、図工室、視聴覚教室、 4階エレベーターホール5階余分机、椅子保管所太平洋戦争集結により、山形市に駐留した占領軍により2年間にわたり校舎の接収を受けた。接収期間駐在校児童は、他の小学校や空き工場などで、分散授業を受けた。また、接収から20年ほど経過した、昭和40年代末に、校舎より、新中軍が取得したと思われる実弾が複数回。 発見される事件もあった。旧校舎は内部の老朽化が進み、建て替え工事が不可欠となり、建て替え工事を開始1996年に完了した。新校舎はバリアフリーが重要性され、一般エレベーター完備、廊下には手すりを配置、車椅子が通れるよう、廊下が広い建て替え工事完了後校内はオープンスペースとなっており、 各学年胸に扉が一つまたは二つしかなく、教室と廊下の仕切りがない。そのため、移動がとても楽であり、教室の密閉感を緩和する効果がある。ありがとうございます。